では続きからやりますね。ダメだよ、やっぱり僕のせいで君がいじめられるようなことになったら困るし、それに女の子に守ってもらうなんて僕余計にからかわれちゃう。だよね、そこだよね。何でもいじめのネタにしてきますからね。ごめん、そうだよね。あ、でも気持ちはすごく嬉しい。ごめんね、なんか変なこと言っちゃって。いや、そんな。でもね、高野くんのこと助けたいって気持ちは変わらないから、困ったことがあったらいつでも私に言ってね。私どんなことでも倉田くんの力になるよ。いい人やな。こういう人が一人いてくれるとね、なんか他の人のことなんかどうでもいいって思っちゃいますね、私だったら。高野さん、ありがとう。いいじゃない。ねえ、私倉田くんのこともっと知りたいな。お、これがきっかけで仲良くなるんじゃないの。初めてだったんだ、僕を受け入れてくれる人。すごく嬉しかった。そうか、こんなことがあったんだね。ちょっと待ってね、これなんだっけ、セーブしましょう。それから僕たちは毎日あの場所で会った。おしゃべりすることもなく、ただただ二人で時間が過ぎるのを待っていた。会話なんていらなかった。彼女といるだけで心が安らいだ。幸せだったんだ。もうなんか嫌な感じしかしない。絶対嫌なことあったじゃん。うわー、てんてんてん。なんか倉田くんかっこいいな。高野さんの詳細を早く見たいね。どんな子だったんだろう。あの子も羊みたいな形してる。あ、倉田じゃなかった、高野さんだった。低くいっちゃった。本当だ、かわいいね。うん、高野さん笑ってる、かわいいな。ほら、そういう時はそんな君より羊の方が。何がだっけ、間違っちゃった。そりゃ言わないから、そんなこと普段。そんな雲より高野さんの方が可愛いよって。もう、彼女の手が好きだった、彼女の声が好きだった、彼女の笑顔が好きだった。僕は彼女に恋したんだ、初めての恋だった。おーおー、ういなあ、ういういしいなあ、ええー、なあ。僕、高野さんが好きだ、そう、好きなんだ。彼女が好き。高野さん。ん？あ！え、倉田くん？急にどうしたの？って話して。高野さん、好きだよ。え、ちょっと？あの、だから好きなんだ。高野さんが好きだ。やだ！うわー、ひどいよ。いや、でもな、いきなりなんかされ、抱きつかれたりしたのかな。ちょっとびっくりしちゃうな。高野さん、気持ち悪い。え？どうして？ごめんなさい。どうして？君だけが僕を受け入れてくれると思っていたのに。どうして？なんで？どうして？うわー、やだやだやだ。その、本当にごめん。私、そういうつもりで倉田くんに近づいたわけじゃないから。私はただ、倉田くんがかわいそうだったから。ごめん、なんでもない。もうそこまで言ってなんでもないとかないわ、マジで。もうちょっと何言い方あるよ。もう、ここで会うのはやめにしよう。ね。え？ああ。好きって認識した瞬間に振られちゃったね。切ないわ、これは。やだ。嫌だ。どうして、なんで、なぜ誰も僕を受け入れてくれないんだ。ああ、ちょっとやめなよ。キャッ。
どうして、どうして誰も僕を受け入れてくれない。倉田くん、やめて。どうして、どうして、誰か助けて。ああ、ああ、倉田、何をしている。うわあ、うわあ、ああ、ダメだよ、もう誰も僕を受け入れてくれない。誰も、もうなんだよ。でも倉田くんばっかりが悪いわけじゃないからね。そうだよ、いじめてたやつが悪いんだよ。でもちょっと倉田くんもやりすぎ。そんなことがあったのね。高野さんどうなったんだろう。君も僕のことを気持ち悪いと思ってるんだろう。そんなことはないさ。どうしよう、これ言った方がいいのかな。ちょっと待って、セーブしましょう。オッケー。やだやだやだ。でも行く、私は行ってしまう。それが私の運命なのです。あー近い、あー近い。やだ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 。あーやだ。何何してんの、お風呂入ってんの、何何何、お風呂入ってんの。あーあーあーやだ、あーやだ、あーやだ、ストップストップ、やだやだやだ、やめて。何してんの、何してんの、あー何してんの、誰誰誰のこと何してんの。え、これ誰、ミサオ違うよね。え、いや、どうして誰も僕を受け入れてくれないんだ。僕が何をしたって言うんだ。いやかっこいいな先生。いや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 、顔はいけないんだ。顔を変えれば変わると思った。確かに変わった。周囲の目が180度変わった。みんなが僕を歓迎ムードで迎えてくれた。初めてみんなに受け入れてもらえた。嬉しかった。でも気づいたんだ。みんなが歓迎してくれるのは僕じゃない、この顔だ。誰も僕の中身なんて見てくれていない。そしてみんなして顔顔顔。なんか石田明さんの声が合いそう。作られた顔。こんなの僕じゃない。愛されるのは僕じゃない、この偽りの顔なんだ。僕は誰からも愛されていないんだ。いやー、そんなことないですよ先生。みんな言ってましたよ、倉田先生のことを優しくて頼りになる先生だって。みんな、それに私知ってますよ、倉田先生本当は優しい人なんですよね。ただ少し不器用なだけ。そんな倉田先生が私は好きですよ。ぎゅーぎゅー。先生もう悲しまなくていいんですよ。私もみんなも優しい先生のことが大好きなんですから。うわー、いいじゃん、こっちの倉田先生の方が素敵だよ。倉田先生は優しい人だよ本当に。ただちょっと殺しが好きなんだよね。いや好きとか言っちゃいけない、好きじゃないんだけどね。もう安らかな顔で眠っている。あった、猫ちゃん。最後は先生に見取られてか、幸せだったんだね。よかったね、にゃんこ。誰、あ、猫。よかったよかった。してどうしたらいいんだろう。さあ、これか。お、なんか LINE 来たけど、そんなことなかった。トーマの墓触れてみますか。後モデルはできません。そうだな、じゃあ次のパートは、これパート何か分かってないんですけど、次のパートは、このトーマの墓に触れてからということにします。次回もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。もしくは次パートに続きます。よろしくお願いします。